ピアノ・ソナタ第30番補聴調作品109は、ルート・ビヒ版・ベートーベンが1820年に作曲したピアノ・ソナタ。ベートーベンの書斎、ヨハンネ・ネポムカ・ホーチルが1827年。大作、ハンマー・クラビー・ア・ソナタを完成したベートーベンが続く作品109のピアノ・ソナタに着手したのは1820年の初頭で、これは、 最後の三つのピアノソナタを出版したシュレジンガーとの交渉が行われるよりも前のことであった。曲の原型となったのは商品もしくはバガテルであり、フリードリヒ・シュタルケからピアノ作品集、ウィンのピアノフォルテ学派への楽曲提供を依頼され、すでに取り掛かっていたミサ・ソレムニスの仕事を後に回す形で作曲が行われた作品であった。同年4月のベートーベンの会話には、 新作の商品との記載があり、幻想曲調の感想曲に中断されるバガテルという楽曲の構成からは、これが作品109の第一楽章となったのであろうことが伺われる。ベートーベンの秘書を務めていたフランツ・オリファが、この商品をシュレジンガーの求めるそなたの開始楽章にしてはどうかと提案したとされる。 結局、シュタルケに提供されたのは十一のバガテル作品百十九、の第七曲から第十一曲であった。ジーク・ハルト・ブランデンブルクは当初構想されていたのが第一楽章を書いたに、楽章からなるそなたであったとする説を提唱している。第一楽章と他の楽章を結びつける動機要素が明らかに後になってから付け加えられたものだからである。一方、 アレグザンダー・ウィー・ロック・セイヤーは保単長のそなたの構想は発展することなく終わり、作品109とは全く関係がないとする立場を取っている。第三楽章のために最初に書かれたスケッチは6つの変装を伴う変装曲であったが、その後9つの変装に改められ、最終的に6つの変装に落ち着いた。9つの変装が設けられていたコーデの九の変装の性格は、 出版された最終項のものに比べると際立っていないが、ケイドレイファスはその時点で、すでに主題の探索と再発見の過程が示されていると指摘している。このソナタの完成が1820年の秋であったのか、または1821年になってからであったのかは、はっきりしていない。1820年9月20日に、シュレジンガーに宛てて送られた書簡では、 最後の三つのそなたのうち最初の作品の完成が近いことが語られている。しかし、ここでの完成が意味するところが構想の決定であるのか、そう不可能な上書符の完成であるのかは不明である。初版符はベルリンのシュレジンガーから出されたが、作曲者が病床にあり適切な構成を行うことができなかったため、数多くの誤植が残されたままだった。作品は、 当時18歳だったマキシミリアーネ・ブレンターノに検定されている。1821年12月6日に仕立た,ためられた検定の句には作曲者がブレンターノ家に抱いていた深い愛着の情が綴られている。第一楽章冒頭の自筆譜、そなた形式。第一楽章は速度と表紙の異なる楽奏を一つにまとめ上げており、当時のベートーベンが関心を持っていた。 挿入説的な構成概念が反映されている。これは同時期に作曲が進められたミサ・ソレムニスやこの後に続くピアノ・ソナタにも見られる特徴である。無駄のない形式の中に込められた曲の内容は幻想的でそれまでのベートーベンのピアノ・ソナタには見られなかった柔軟性が示されている。助走はなく第一主題画に四拍子でビバーチェマ・マノントロッポで提示される。 この第一主題は、ピアノソナタ第25番の、第三楽章の主題との関連を指摘されている。フレイ一開始からカデンツを経ないままわずか8、小説後に現れる、第二主題は、第一主題と追って変わって3、4拍子の、アダージョエスプレッシーボである。フレイ24小説の提示部を終え、曲は、第一主題に基づく展開部となる。中音域から長いクレッシェンドを経つつ、 音量を増して、高音域へと登っていき、クライマックスに達するとそのまま1オクターブ高く、第1主題が再現される。その後直ちに、やや変化を加えられた第2主題の再現が続く。66小節目からは高打であり、もっぱら第1主題を扱って最後は静かに楽章を閉じる。エトドィン・フィッシャーは、二つの主題の速度記号の落差は、外見上だけのものであり、 全体が一つの型として作られたかのように、即興的に演奏されねばならないと抗議している。グレン・グールドは、この第一楽章を高く評価していた。ソナタ形式。第一楽章からは、切れ目なく演奏される。楽章中で用いられる素材は、ホルテッシモで出されるフレーさんの第一主題の中に、集約されている。フレーさん第一主題から導かれる、第二主題は、 露ン調に出されるが、主題の持つ性質によりここでは、通常のそなた形式に見られるような主題感の対比は、完全に失われている。フレイ4展開部ではまず第一主題のバスの恩恵が、カノン風に処理される。その後静かな推移を見せるが、突如強そうで、第一主題が回帰して、再現部となる。第2主題は補単調となって現れ、 ごく短いコーダを経て勢いよく集結する。変奏曲形式。主題と6つの変奏からなる。全曲の重心のほとんどは、この第三楽章に置かれており、変奏曲がこれほどの比重を占めたのは、ベートーベンのピアノ・ソナタでは、初めてのことであった。十分に歌い、心の底からの感情を持ってと吹きされている。ゆったりとしたテンポで静かに曲が開始される。 三拍子の二拍目に普天音符が置かれることにより、主題にはサラバンドのような性格が与えられている。フレーゴモルトエスプレッシーボの指示のもと、ワルツ様のリズムに乗った歌謡的変装。曲の雰囲気や主題のテンポは主題から引き継がれ、装飾音が巧みに使われている。フレー六主題は16部音符によるモザイク上の音形の中に隠される。 さらにこの変装と対照的な異言ある変装が置かれ、二つの性格の異なる変装が入れ替わりながら進められていく。フレー7対法を駆使したアレグロビバーチェでのテンポの速い変装。開始部分のフレー8で示されるパッセージは左右の手を入れ替えて操作され、その後も手の交代が続けられていく。フレー8、主題よりいくらか遅くと指示されている。 第三変装から大きく、趣を変え、幻想的な雰囲気を称える。二世から四世の西部が、対法を用いてまとめられてゆく、温かみのある変装。フレーキュスタッカートを多用した、快活な風画的変装。リズムによる、推進力に支えられたこの変装は、多性的なコラールのような印象を与える。フレージューカンタービレと指定され、まず内西部に主題がそうされる。 フレー1 1音符音符で始まったリズムの刻みは8分音符、3連符の8分音符、16分音符、32分音符と細かくなっていき、ついにトリルにまで細分化される。12小節目から両手に現れたトリルは低音部に移され、17個節目からのアレクルー、アルペッチを減ると高音で鳴り続けるトリルの上に、主題が明滅する。フレー12最後に次第に弱まりながら主題が、 原型のまま改装され、静かに曲を閉じる。このように最後に主題がそのまま改装されて終わる変奏曲であるという特徴から、この楽章はバッハのゴルトベルカ変奏曲との類似性を指摘されている。ありがとうございます。